平次は周りをよく見回してから、まるで狼のような嫌な顔をして怒鳴りました。拳銃、貴さんどこの杉切れ。なしてな。俺の肌着は日陰にならな。拳銃は黙って下を向きました。平次の畑が日陰になると言ったって、杉の陰が鷹で五寸も入ってはいなかったのです。おまけに杉はとにかく南から来る強い風を防いでいるのでした。切れ切れ、切らないか。切らない。拳銃が顔を上げて少し怖そうに言いました。その唇は今にも泣き出しそうに引きつっていました。